令和時代のスタンダードな学校像として児童生徒一人一台端末と高速通信ネットワークを一体的に整備するギガスクール構想が本格的にスタートしました。私たち経林館の個別に最適化された学習への取り組みについてご紹介します。学習者用デジタル教科書。デジタル教科書にはたくさんの機能がありますが、ここでは特に特別な支援が必要な子どもたちの可能性を大きく広げる教材として、ソール尾表示、音声読み上げ、書体、配色変更、拡大表示などの機能を紹介します。教科書 QR コンテンツ。経林館の令和2年度用小学校教科書では QR コンテンツを豊富に掲載しております。授業ですぐに活用いただけるコンテンツとなっておりますので、 ICT 活用にぜひご利用ください。リブリー。生徒の学習履歴に基づいて問題をレコメンドする個別最適化学習にぴったりのアプリ。解きたい問題を選び、ノートとペンで学習、自己採点。これまでの学習スタイルは変わりません。生徒一人一人に合った類似問題が出題されます。充実した教師用ツールで先生方の働き方改革をサポートします。スマートレクチャー。自分のペースで学習に取り組むことができる学習動画コンテンツ。小中学校の教科書に対応したワクワク算数スマートレクチャーやマスナビレクチャー、その他たくさんの教材で生徒の学びをサポートします。スマートレクチャーコレクション。中学生高校生対象のオンライン英語動画添削サービスです。わかりやすい解説動画と外国人講師による質の高い英作文添削指導で生徒のやる気を引き出し、自分の英語が通じたという成功体験を提供します。経林館マルチリンガル教科書。自動翻訳機能を利用して経林館小学校教科書を多言語に表示できるアプリです。外国籍や帰国子女の児童もスムーズに教科書を読み進めることができます。情報配信サービス小学校エディフル、中学校エディフル。先生方のパソコンやスマートフォンに直接 LINE やメールで指導時期に応じた指導のコツや入試問題の解説などの情報をスマートにお送りしている情報配信サービスです。延べ4000人の先生方に登録していただいており、好きなタイミングで気軽にチェックできると好評です。このように私たち経林館は新しい時代を見据えた学校教育の姿として、多様な子どもたちを支える環境づくりに取り組んでいます。個別に最適化された学習に向けて、ぜひ経林館のコンテンツをお役立てください。